パスタに回しかけて、この先ほどのベースを加えます。ちょうどいい感じのトロトロなソースになるんですよ。見てください。はい、こんにちは、シェフのファビオです。今日はワンパンカルボナーラを作っていきます。はい、それでは材料紹介です。スパゲッティ、ベーコン、卵黄、パルミジャーノレッジャーノ、ペコリーノロマーノ、黒胡椒、水、オリーブオイルです。はい、それでは今日はワンパンのカルボナーラを作っていくんですけど、カルボナーラって、まあ、ダマになっちゃったりとか火入りすぎたりとかシャバシャバになったりとか結構難しいパスタだと思うんですけど、今日はですね、一つのフライパンで作るカルボナーラを早速これから作っていきます。はい、まずはフライパンにベーコンを入れて加熱していきます。で、ベーコンもこの部位によって油が多かったりとか油が少なかったりとかいろんなベーコンがあるので、で今日のベーコンは結構脂身があるので、そういう時はオリーブオイル敷かないでもこのままでやっても大丈夫です。でも油が少ない時はちょっとこうオリーブオイル入れてあげたりっていうようなやり方をします。で、まずは最初にアーリオオリオペペロンチーノと一緒でじっくりとこのベーコンの油を引き出してあげてカリカリにしていきます。で、今 4,5 分ぐらいじっくり弱火でベーコン加熱していったんですけど、このベーコンの焼き色プラスフライパンにこのこびりついてる焦げですね、これが真っ黒じゃなくて茶色じゃないですか、これが料理の旨味にもなってくるし、この油がですねコク、カルボナーラのコクになっていくので本当に美味しいんですね。なので捨てないようにしてください。で、ベーコンに色がついてきたの でこの今出た油の中にカルボナーラっていうのはこの胡椒が大事なパスタなので、粗くひいた胡椒をこの油の中に入れます。そうするとですね、これだけでも胡椒のいい香りがベーコンとともにこう立ち上るんですよ。で、今いい感じにベーコンが加熱された状態なんですけど、よくベーコンって炒めてるとポンポン跳ねちゃうよっていうコメントいただくんですけど、そういう時はですねベーコンちょっと厚めに切ってください。で、しっかりここまでいったのでお水が入ります。で、これから沸かしていくんですけど、今このフライパンの底についたこの旨味をちょっとこそぎながらこの水にベースをなじませていく。で、ワンパンで茹でていくので2g ぐらいの塩が必ず入ります。で、水の状態がちょっとこのブラウンな感じになってる、これが本当に美味しいカルボナーラのポイントです。で、今お水のこのベースが沸きました。そしたらパスタを茹でていきます。で、パスタを入れたらこの沸いたものをパスタに回しかけて、そしたらこうパスタが真ん中の部分が沈んでくるので、そうしたらこういうスプーンとか何でもレードルでもいいんですけど、このパスタ奥にあるんですよ。奥にちょっと押してあげるとですね、このフライパンに麺が沿ってですねいい感じに馴染んでいくんです。で、ちょっと揺すりながら馴染ませていく。そうすると見てください、今スパゲッティがですね綺麗にフライパンに沿ったような感じになってるんです。ここまで来たら今必ず沸いた状態が作れてます。で、弱火に落として、で、この状態で袋表記1分の時間を茹でていくので今日は12分茹でていきます。で、ワンパンのパスタってもう沸かしてもう待つだけなので何もやることないので今日のパスタの説明なんですけど、カルボナーラっていうのはイタリア中部のラツィオ州の郷土パスタの一つと言われていて、ローマの三大パスタですね。まずはアマトリチャーナ、カルボナーラ、カチョエペーペって言われる中の一つがこのカルボナーラっていうパスタです。で、入る食材がもう決まっていて、まず卵、黒胡椒、あとはチーズがペコリーノロマーノチーズっていうちょっと癖のあるチーズですね。それとグアンチャーレといって豚ほほの塩漬け、これが入るのがローマのカルボナーラです。でも今世界中にカルボナーラって普及して広まっているパスタではあるので、まあ、創作のパスタがいっぱいあって、
で日本でもベーコンをこうやって使ったりとか生クリームがベースで入るカルボナーラっていうのは結構一般的だと思うんですけど、僕も結構その作り方大好きではあるんですけど、イタリアではですね、だからこそ伝統的なこの4つの材料を大切にしようっていうような考え方が一般的で、まず美味しいカルボナーラを作ろうっていうふうになると、何を入れないかっていう引き算のパスタ料理の考え方をします。で今日は1人前なので卵黄2個入ったこの中に、僕は今日はペコリーノロマーノチーズと、あとはパルミジャーノレッジャーノチーズ半々で入れます。でもチーズは本当にお好みなので、ちょっと癖のあるローマみたいなカルボナーラにしたいって方はペコリーノロマのチーズだけでやってもいいし、ちょっと塩辛いよって方はパルミジャーノレッジャーノ入れたりとか、いろんな作り方があるので、もちろん粉チーズだけでやっていただいても全然大丈夫です。でこのマイクロプレーンとかですりおろすと粉状にはならないので、こうなんていうんですかね、ふわふわな状態になるから多く見えるんですけど、実際これ 14g ぐらいしか入っていないっていうのがこの美味しいカルボナーラですね。でこう混ぜ合わせて、この固い味噌みたいなねベースを作っておくことがイタリアっぽい作り方ですね。はい、それでは今茹で上がりの時間なんですけど、このもう今このパスタだけで卵を加えなくても美味しそうな状態になってる。でカルボナーラを入れる場合はさっきこのベースを作ったものを加えていくので、こう傾けた時にですね、ソースの余力が残ってないとガチガチの固いパスタになってしまうので、これぐらいしっかりとした余力があることですね。そしたら火を切る。で切ったところにこの先ほどのベースを加えます。でこのソースがありつつこのベースを混ぜ合わせることによってちょうどいい感じのトロトロなソースになるんですよ。見てください。で今麺にソースが絡んでかなり理想的な状態ではあるんですけど、火を切った時にですね、あくまでもこの周りの湯気が出てるっていうことがとても大事で、冷めた状態で入れちゃうとまたシャバシャバのカルボナーラになっちゃうので、周りの湯気を確認してから入れるようにしてください。はい、それではいい感じに絡んだので盛り付け入ります。はい、これでワンパンカルボナーラの完成です。はい、いただきます。濃厚で本当に美味しいですね。ワンパンのパスタって他の動画でも何本かうちの動画でやってきているんですけど、まあ、合うパスタと合わないパスタっていうものがやっぱりある中で、このカルボナーラってこのやっぱりとろみが必要なパスタになってくるので、太麺を合わせる場合ですね、ワンパンのパスタとカルボナーラって本当に相性のいいパスタだなって思います。今日はですね、この濃厚な卵黄を使ったカルボナーラに合わせて、まあ、ホームワインのボリューム10っていう中に入ってるワインといえばですね、フランスのプロヴァンスって言われてるんですね。そこで作るムルソーっていう美味しい白ワインと合わせてます。このワインはですね、クリーム系の料理とすごく相性がいいので、いい感じです。はい、ごちそうさまです。このカルボナーラなんですけど、ワンパンカルボナーラ本当に相性がいいので、よかったら作ってみてください。はい、いつもコメントありがとうございます。楽しみに拝見させていただいてます。はい、それではまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあねー。